暑い中、そして日が暮れてからもみんなで盛り上げてくださった舞台、本当にありがとうございました。いきます、せーの、ロコレイシー。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、冒頭は私がね、もう8年ぐらい前に参加していた広島ロコドルフェスティバルの、まあ、あの会が終わってですね、その日の全てのステージが終わって最後の締めのロコフェスって言って、ね、会場のみんなで言うところなんですけども、あれすごかったですね。私は撮影者なんで映ってないですけども、たくさんのアイドルさんと一緒にね、10代のアイドルさんと小学生、中学生、まあ、高校生ぐらいのアイドルさんと一緒に相手ステージを作らせていただいてね、私としてはものすごいエネルギーをかけたんですけども、報酬は全然ありませんでした。もちろんですよ、そういうことでやってるんではないんですよね、うん、で今回のテーマはね、いつから夢に値段がついたんだというフレーズですよね。でこの言葉っていうのは、カプリコン1っていうね、そういう映画のセリフなんですよ。すごく私好きでね、カプリコン1っていうのは随分私が小学生の頃に見た映画で、最近 DVD を買ってまた見てるんですけども、あのなんていうんですかね、火星に向かうロケットがあるんですよ。で火星に向かうロケットバーって行くところだったんだけども、その火星に向かうロケットがね、どうも失敗するらしいということが分かったんで、中の乗組員を出発直前に引っこ抜いて、それでまあ飛ばしたという形なんですよね。でその中で、まあストーリーはこの辺で割愛しておきますけども、その中の乗組員とそれを指示した司令官みたいな人がね、お偉いさんが話し合うところが あったんですけども、まあ、NASA はね、宇宙開発のための研究費をどんどん減らしてきたと。でも俺たちの夢ってのは宇宙に行くことだったんじゃないのかと。予算で気にしてられないよ俺たちは、駒使いの苦しいところだけども、いつから夢に値段がついたんだっていうふうにね、そんなやり取りをしてるところがあって、そのワンフレーズのいつから夢に値段がついたんだって言葉なんですよ。まさにね、お金がないと、確かにないと2000買えませんでした。お金がないと私は結婚もできないし出産もできませんでした。でもね、お金がないからできなかったっていう程度のものだったら、それ夢でも何でもないっていう考え方もできるんですよ。で私はですね、例えばナイト2000の価格が500万だろうと1000万だろうと1500万だろうと、あの瞬間には買っていたと思います。なぜなら金額を聞く前にね、売ってくださいとお願いしたんですよ。値段知らないところで売ってください、このナイト2000っていうふうにお願いしました。うん、まあでもさすがにね、私手持ちがそんなに無限にあるわけじゃないんで、1000万までだったら即金だと思ったんですよね。1000万超えたらちょっと、どういうふうな支払い方しようかなっていうふうに相談したと思います。でもどっちにしても決断は譲っていただく、買うってことだったんですよ。手ぶらで帰るわけはないと思ってましたね。で、出産に関しても、まあいろいろと不妊治療の治療を受ける前に私はね、腹をくくったんですよ。自分の子供で、奥さんの子供、で親戚中の期待の子供で、この一人目には、二人目はちょっと分かりませんけど、一人目にはいくらでも投じようと思ったんですよ。不妊治療にいくらかかろうと俺は稼げるはずだと思いましたね。でそうではないと、技術者がいて、それをお金さえ払えばできる環境と時代があるってことに私は感謝したんですよ。これナイト2000も同じです。ナイト2000、多分10年前だと私がお金を持っていても買えなかったはずです。10年前だったら買えたかな、20年前は無理だと思いますよ。そのレプリカっていう市場がまだそこまで成熟してなかったと思うんですよ。詳しくわからないですけどね。で不妊治療に関しても20年前のテクノロジーではお金を積んでも無理っていう段階があったと思いますし、10年前でも難しかったと思います。この2019年だから、18年19年だからできたんだと思いますし、私の住んでる町にたまたまね、なんですかね、不妊治療を成功したお医者さんが1万件ぐらいやったというね、ドクターがたまたまいたんですよね。だこういうふうな運に助けられて、時代に助けられて、そして自分ができることはただ金を稼ぐことだけなんですよ。本当に。なんか金を稼ぐことって大変なんですけども、大変なんだけど、結局、私個人としてはお金を稼ぐことしかできなかったんです。他の治療もできないし、レプリカを作ることもできないし、まあ何やかんやできないわけですよ。じゃあ、久保哲郎、お前に何の能力があるんだって言われたら、お金を作る能力なんですよ、今はね。でも、さっきの冒頭のアイドルさんの時はお金を作る能力じゃなくて、借金を作る能力しかありませんでしたね。だから結局、稼ぎたいって言うんだったら、稼ぐ行動をしなくてはならないんですよ。稼げない行動をするんではなくてね。じゃあ稼ぐ行動って何なのかって言ったら、まず商品作んないと話にならないんですよ。商品を売らないと話にならないんですよ。商品買いそうな人を集めないと話にならないんですよ。
でしょう。この3つのどれかが欠けても全くお金にはなんないんですよね。だから3つは絶対なんですよ。集客力でしょ、商品力でしょ、販売力。これ以外ないじゃないですか、ずっと言ってんの。でも店舗をやろうとすると人材育成したりとか仕入れを起こしたりとかね、それから加工したりとか取引先動向っていうのでものすごく工程がかかるんですよ。まあもうね、こんな手間がかかって金がかかって損益分岐点が高くて無理ですよね。だって店をオープンしたら、オープンしたその最初のオープン資金を返すのに30年かかるわけですよ。30年黒字でずっと居続けて、やっと借金が返ってペイになるっていうね、どんな苦しい道のりなんだと思います。今私たちは時代はね、情報発信がお金になる時代で、その情報発信をする人が極端に少ないんですよ。これ分かります？どこまで言ったら伝わるかな。情報発信する人が少なすぎるんですよ。まだガラ空きの情報ジャンルって山ほどあって、まだ私たちが知らない情報のジャンルも山ほどあって無限にあって、そこには情報発信者が少ないんですよね。どこにも少ないですよ。いや、多いように見えるでしょ。でもね、実はそうではないんですよ。情報発信をするってことは、毎日のように1年でも3年でも5年でもやってるのが情報発信をしてるって言って、思いついた時だけやるとかね、コンディションがいい時だけやるとかね、ネタが来た時だけやるではないんですよ。ネタがない時でも自分の内側から作っていかないといけない。こうしないと1億円なんて無理ですよね。いや、1億円で月収100万、この前ね、簡単に行く、鼻くそレベルだって言いましたけども、このビジネスっていうものが分かってないと、月収100万どころか、1万円も稼ぎません。うん。ただ、時間と労力を切り売りして、お金をいただいてる、お小遣いのようにもらってる給料っていうのがあるだけなんですよ。これ、給料もらってる方には大変失礼なんだけども、経営者の方なんて、従業員の人をね、豊かにしようとか、金持ちにしようなんて全く思ってないですからね。なるべく従業員を安く使って長い時間を働かせようと思ってるんですよ。ノルマっていう言葉でそれが現れてますね。おそらくね、吉谷さんもね、会社を勤めてた頃、そのノルマってものと部下や後輩を育てる責任も一手に引き受けで、しかも上司にも責任があるわけですよね。だから360度責任まみれですよ。で、そこには自費で身銭を切ってやることもあったと思いますし、自分の借金をね、会社の借金を自分の借金として被ることもあったと思います。何なんだよって話ですよね。ただ大事なのは、そういうふうな経験をしたからこそスキルがどんどん手に入ったってことじゃないかなと思うんですよ。だから案外ね、苦しいこととか辛いことっていうのはその部分だけに目を向けると逃げ出したくなるんですけども、でもね、その反面、貸借対照表みたいな感じですけども、複式簿記みたいな感じですけども、悪いことの分だけいい面っていうのも必ずあるんですよ。で、毎日のように電話対応していたら電話対応上手になりますよね。世の中の悩みが有限であるってことが気づくわけですよ。そして解決方法を提案しているうちに、ワンパターンの解決方法であるということに気づくし、そもそもね、困った相談ごと、これワンパターンなんですよ。いつの世も。本当にね、人間ってのは悩みをアップ、更新できないですね。アップデートできてないですね。だから10年前の問題解決が今日も通用するんですよ。だから情報ビジネスが有効なんですよ。だって新しい質問なんて来ないですからね。どれだけ質問を受けても同じような質問しか来ないんですよ。だからこれが、コンサルの現実です。コンサルなんてね、偉そうなこと言わなくても、もうすでに検索すれば出てくる答えをわざわざお金を払って人に聞いてるんですよ。だから問題解決するだけだったら検索でいいんですよ。で、私たちも吉谷さんもそうだと思いますけども、質問が来て答えられなかったら検索して答えますからね。っていうことは、私たちの頭ではなくて集合値って言って、 Google が持ってる頭脳に答えてもらってるんですよ。ですんで、コンサルなんて雇わなくても直に自分で Google に聞けばいいんですよね。でもなぜか高額塾に入って詐欺だっていうのね。だから自分でやればいい話なんですよ。自分でできないから人を雇う、人にお願いするという付加価値でコンサルを雇ったり塾に入ってるんですよね。まあだからいい塾っていうのは全力で答えてくれることなんですよ。どんなつまらないことでも検索すれば出てますよっていうふうに切り捨てるんじゃなくて、全て答えた後で次から自分で調べれるようにね、こうやったら出てきますよ、このキーワードがいいですよってことを繰り返していくことによって、だんだん自力で検索キーワードが浮かぶようになってくるんですよね。まあ、これが私ね、本当に信頼関係をものすごく強くするコンサルだと思います。まずは答えを出してあげるんだけども、その答えが何で出たのかもちゃんと教えてあげると。これを繰り返すことによって、自主独立するような熟成ができるんではないかなと思います。そして彼は自主独立したら、自分の企業を持つわけですよ。一人ビジネスをね。そうすると、今度は取引先になる。もしくは、こうやってね、吉谷さんと一緒にキャッチボールをしながら、たまに合宿しようかっていうふうなね、こんな楽しい関係になるんですよ。そこには、どっちが稼いでどっちが分けてもらうっていう概念はありません。なぜならやり取りをしていれば自然にお金が集まってくるんですよ。
ね、吉谷さん不思議ですよね。ということでバースデーボックス販売をね、お疲れ様でございました。おかげさまで、久保哲郎の認識も広まったのかなと思いますし、今まで通りね、吉谷さんが紹介する久保哲郎って人はすごい人なんだろうなと思っていただけると思います。そういうふうな吉谷さん人だと思いますし、それは他のね、和智寿さんに対してもそうだと思いますし、あやさんにしてもそうだと思いますしね、本当に、そういう方を紹介するようなところと並んで、久保哲郎もね、一角の人物として吉谷さんの発信力で紹介していただけるっていうのは、これ再生数とかチャンネル登録の問題ではなくて、吉谷さんがね、継続の人だからこそ、おそらくこの人も継続するだろうなって思っていただけるんだろうなと思って、私も吉谷さんに負けないぐらいの継続をしてるわけですよね。ということでね、継続してるものには継続してるものが集まるみたいな感じですかね。今日のタイトルはよくわかりませんけども、いきなり出し抜けに、8年前とでもしておきましょうか。8年前アイドルフェスティバルね、そういうふうなタイトルにしときましょうかね。違うな、久保哲郎はアイドルオタクだったでいきましょうか。いってらっしゃい。